ただしゅん、ただしゅん、ただはを、1882年、明治15年2月24日から1948年、昭和23年12月18日は、日本の陸軍軍人、陸士15期、陸大25期、最終階級は、陸軍大将、宮城県仙台市出身。陸軍切手の中国通りとして知られ、田代貫一郎、橋本軍と共に、 対中恩憲派であった。日中戦争が始まると参謀次長に就任。小解析政権よりもソ連の脅威を重視する立場から戦線不拡大を唱えていた。ドイツ仲介による和平工作、トラウトマン和平工作では和平を主張して日中戦争の無用とこの戦争がいかに日中両国民にとって不効果を涙ながらに説いた。しかし、 中国側の回答が宣言する中、トラウトマン工作打ち切りを唱える政府側、この絵ミマロ首相、広田後期外相、杉山本、陸将、与内三政会相に対し、参謀本部として和平交渉継続を唱えるも押し切られた。元仙台藩士で岩手県の宮古郵便局長を務めた,た、忠次の長男として生まれ、忠平次の養子となった。 東京電信学校を経て、仙台陸軍地方幼年学校に入校し、優等で卒業して、銀時計を授与された。中央幼年学校を経て、1903年、明治36年に陸軍主管学校を卒業15期。1904年、明治37年3月に陸軍砲兵少尉に任官し、野砲兵第18連隊府、日露戦争に従軍し、 旅順公位戦に参加した。九百十三年、大正二年十一月、陸軍大学校を卒業二十五期。同月、陸指導期で親友であった、川本大作、後の超作林爆殺事件で有名の妹、靴と結婚した。その後、九百十七年、大正六年に、北京の中華民国陸軍大学校に教官として招かれたことが、 ただにとって中国との本格的な関わりを持つ第一歩となる。この時期、ただは霊元皇大総統の最高軍事顧問であった青木千順中将の補佐官となり、ついで坂西利八郎少将の補佐官も兼ね、主にシベリア出兵関係の業務を担当した。青木、坂西両将軍とも陸軍屈指の品通り軍人として知られ、ただは二人を師として、 中国への認識を深めていった。ただによれば、両将軍は、他の多くの日本人が、中国人を下に見る中、中国人に礼儀を尽くし、それこ好感を持たれていた人物であったという。シベリア出兵当時、ただは、坂西の命令で、北満州の視察に出かけているが、その時の印象を次のように記している。1931年、昭和6年、 満州事変が勃発。翌1932年、昭和7年満州国が成立すると、ただは満州国軍西部最高顧問となり、満州国軍の育成を任された。もっとも国軍といっても、その実態は東北4省の各軍閥の紙兵を寄せ集めたに過ぎず、ただは任務に悪戦苦闘することとなる。それでも、ただは満州国の 豪族共和の理想に共感し、日本が指導的立場にあっても力ある者は謙虚に心構え、弱い者の立場を考慮するシナの実情を知らない、日本人はよぎった優越感持っているため、満州国への入国は最小限に止める現地の風俗監修を尊重し、日本的なやり方を押し付けないとの方針で県軍に力を尽くした。1935年、 昭和十年八月、ただは、梅津義次郎の後任として、天津に司令部を置く、シナ中東軍司令官に補えされた。この時期、日本軍は、下北分離工作を進めており、下北に、旧軍閥の自治政府を作らせるべく拡作していた。彼ら旧軍閥は、形式的には、中国国民党に所属していたが、必ずしも、蒋介石に服しているとは言いがたかった。 河北を国民政府から分離させる狙いは、関東軍の要求で、対祖戦のためには、即敗の安全を確保する必要があったこと、また総力戦体制構築のためには、河北の資源を確保する必要があったことが挙げれる。6月には、豊か大平変、10月には、黄河事件という、中国人による自治運動、もちろん、背後には、日本軍部がいたが起きていた。 こうした、上京した、ただは9月24日の記者会見で、の3点を強調、北市五省連合自治体結成への指導を要するとの声明を出し、中国側を刺激することとなる。この、ただ声明は大問題となり、広田後期外相は正式な声明ではなく、記者団に対する談話であると釈明するほどであった。ただ声明が、ただの本意であったかは定かではないが、 現在の県では、爆僚が用意したものという見方もある。いずれにせよ、ただの失点となったことは、間違いない。その後、日本軍部の圧力により、11月25日に、紀藤暴強自治委員会、12月25日に、紀藤暴強自治政府と、解消が成立した。しかし、これは、自治の名を借りた、傀儡政権であり、このようなやり方に、ただは、 冷淡な態度を取ったという。なお、中国側は日本の圧力をかわす目的で12月18日に、記察政務委員会を作り、河北には性格の異なる二つの自治政権が誕生することになった。1936年、た田は記察政務委員会の委員長、総鉄源と冒協協定を結んだ。もっとも、たは、小手のひら不明を、 ザウの命にしており、大使政策においても、日中の共存共栄を基調とするとといて、大使基礎関連というパンフレットを作成、配布していた。ただによれば、下北では少なからぬ、日本人が中国人を侮蔑し、中には中国関係を無視して、悪事をなす者がいたため、日本人の自制を促す必要があったという。大使基礎観念の要旨は、というもので、ただは、 実際に憲兵を使って、密輸の取締り等を行っていた。このように、日中親善を志した、ただであったが、天津在任はわずか9ヶ月で終わり、無念の帰国となった。なお、ただが、現地の人から慕われていたことを示すエピソードとして、春様、ご在任わずかに、か年なりしも、天津市長をはじめ中国の洋人の辛抱を厚く、離任に際しては、 北京市長夫人主催の万樹山にての送別の縁など、低調なるお心尽くし、感銘の至りなりという僕夫人の回想がある。1937年、昭和12年7月7日、六甲橋事件が起きた。六甲橋事件自体は、暗夜における、犯人不明の射撃に橋を発した、小規模な紛争に過ぎなかったが、結果的にこれが、日中戦争の始まりとなった。 当初の日本側故障は、北市事変。9月2日から、品事変へと変更。当時の参謀本部は、官員の宮古と日と新能参謀総長は、後続、今井清参謀次長は重病であったため、事実上のトップは、石原幹事作戦部長であった。石原は事変について、不拡大派であり、満州国の育成に専念して、大祖戦に備えるべきで、 中国との戦争は長期消耗戦に陥ると主張していた。しかし、陸軍部内の多くは、この際中国に一撃を加えて、懸案を解決すべきとの意見であった。このような不拡大派と拡大派の対立は、7月11日の政府による内地三四段派兵声明が、動員決定と中止を三度繰り返したことに如実に、現れているが、25日の老婆、事件、 26日の広安門事件により、現地那中東軍は、総攻撃を決意、政府は、派兵を最終決定し、事態は拡大の一途をたどった。8月に、第2次上海事変が起こると、日中両国は、全面戦争の段階になる。この時期、今井清の後を受け、ただは、参謀次長となる、石原作戦部長の水盤とされる。ただは、石原、 河辺虎次郎戦争指導課長、陸軍省の芝山県、史郎軍事課長と同じく不拡大派であった。ただと、石原は、苦戦する上海への増兵を容易に認めず、河北方面でも限界線を示して、事変の拡大阻止に努めた。しかし、上海では、兵力の蓄次投入により大損害を被り、河北では、現地軍の積極論に押し切られてしまう。この結果、 9月27日に石原は更迭され、関東軍の参謀副長へ転出となった。この時、関東軍の参謀長は、東条秀樹であり、石原と鋭く対立したという。両者の確執は、後の石原の処遇に暗い影を落とすことになる。1937年末、多田は、小解析との講和のタイミングとみて、ドイツ仲介による和平工作を展開する。 この工作はもともと石原作戦部長がマナギヨシノブ中佐を通じてドイツ大使館付け武官を遺言夫少佐と極秘裏に交渉を進めていたものでただが後を引き継いだ形となったただは本間正春情報部長と共に秘密工作を進めマナギの上海派遣を決定したマナギは戦線視察を名目に夫と上海に渡り10月26日に オスカー・トラウトマン中派なドイツ大使と会談。日中和平の仲介を要請して、トラウトマンから開拓を得た。同じ時期、広田外相も、ヘルベルト・ホンディルク前中日ドイツ大使に、和平の仲介を依頼しており、ここにトラウトマンを通じた日中の交渉ルートが、設定されることになった。この工作は、トラウトマン和平工作と呼ばれ、数多い和平工作の中でも、 日中両国政府の最高指導者部が戦争終結とその条件についてある程度まで意思を流通させたことが確認できる唯一のでありまた戦争打ち切りの可能性を残した最後の機会であったと評されている11月2日、広田外相からディルクゼン大使に日本側の和平7条件が示されたディルクゼンはこの条件なら中国側は 受諾可能と判断し、5日にはトラウトマンから小解析に日本の和平条件が伝えれた。しかし、小解析はこの和平条件を拒否。11月3日にブルッセルで開幕した9カ国条約会議。日本は不参加の動向に期待してのことであったが、会議の結果は日中の武力衝突に対して即時停戦を告げしたものの中国が望んだ。 対日制裁は行わないものであった。また、この時期、蒋介石はソ連に派兵要請を行っていたが、結局ソ連は動かず、ここでも期待を裏切られることとなる。ことここに至り、蒋介石は、日本の和平条件を再考することになった。この間、トラウトマンを通じた、和平交渉の詳細は、夫から、本馬情報部長へもたらされたが、 ただ以外には伝えない徹底ぶりであった。12月2日、小解析はトラウトマンに講和条約の基礎として日本の要求を受諾することを伝えた。12月7日、ディルク全大使は中国側の意向を広田外相に伝えたが、広田は最近の日本の軍事的成功を踏まえて和平条件の変更を示唆したのであった。激戦となった。 上海戦は11月9日までに終結しており、中国側は再生英部隊が壊滅、投入兵力70万のうち19万の犠牲を出す大損害を被っていた。一方、日本側は上海で作戦を打ち切る予定であったが、現地軍の要望に押され戦線は拡大していった。ただは、現地軍の南京追撃を一度は押し止めたものの、結局は現地軍の積極論が勝り、 12月1日に南京攻略命令が出される状況であった。12月21日、日本の新たな和平条件が決まったが、12月13日に南京を攻略したこともあり、和平条件は次々と加重され、前案に比べて格段に過酷なものに変わった。日本の新和平条件は、22日に広田外相からディルクゼン大使へと伝えられた。ディルクゼンは、 中国側の受諾は絶望的との見解を示した。この新和平条件について中国側の反応は否定的であった。ただし12月末の国防会議で和平受諾を決定したという説、あるいは政府首脳が和平受諾に傾いたものの小解石の了解を得る前に日本から交渉を打ち切られたという説もある。確かなことは中国は 回答を急がなかったということであり、このことは日本側から千円策とみなされることになる。神話平条権に対する中国からを待つ間、日本側では政府、陸軍省を中心に交渉打ち切り論が台頭した。これに対して参謀本部は交渉打ち切り論を抑えて交渉期限の引き延ばしを図る一方、午前会議の開催を要請する。 1>, 1月11日の午前会議では和戦領用案が採択され中国政府が日本の要求に応じない場合は以後これを相手とする事変解決には期待かけず新興しな政権の成立を助長するすること要求に応じる場合は中国が誠意を持って和平条件を実行するならば条件緩和もあり得ることを決定した日本側は15日までに 中国から満足すべき回答がなければ、交渉を打ち切ることを申し合わせたが、十四日に到着した中国の回答は、日本の和平条件は曖昧であるから、具体的な催目条件を示してほしいという趣旨のものであった。政府は中国の回答を誠意なしと見なして、交渉を打ち切りへと傾くが、参謀本部はなお交渉継続を主張。 こうして15日の大本営政府連絡会議は政府と党水部の全面対決となった。1938年昭和13年1月15日の大本営政府連絡会議ではトラウトマンは並行策の打ち切りを主張する広田後期外相に対し、ただはこの機を逃せば長期戦争になる恐れがあるため交渉継続を主張し、 ただは、結論を参謀本部に持ち帰って協議し、参謀本部は、政変回避のために不同意であるが、反対はしないこととなったため、和平工作は打ち切られた。ただの在任した一年強の期間、参謀本部は、不拡大方針でいた。また、杉山元陸将の更鉄を盛んに主張している。翌十六日、この絵首相は、以後、小会席は、交渉相手としない。 胸を宣言する、第一次、この絵声明。八月に、石原幹事が満州から帰国したのを機に、忠だと拡大派の陸軍次官、東条秀樹との対立が深刻化する。元来、忠だは、皇族総長の下で実務を取り仕切る、大事長として、陸軍次官を飛ばして、直接、板垣清司郎陸将、杉山の後任である板垣は、陸士の一期後輩であり、 仙台陸軍地方幼年学校の同窓で、親しい関係にあったと接触することが多く、当時を時間から不快に思われていた側面もあったが、12月に石原が官職の舞鶴要塞司令官をあてがわれると、この人事をめぐってただと当条が決定的に対立したのであった。ただは板垣陸将に当条の皇鉄を要求、対する当時も板垣にただの皇鉄を 交換条件として抵抗した。結局、板垣の最低で喧嘩両成敗、両者更迭となった。しかし、ただが、第三軍司令官に転出となったのに対し、東条は、航空総監へ、栄転の形となったため、た田は憤慨し、板垣と絶縁状態になったという。1939年、昭和14年8月、平沼内閣が総辞職し、後継首相は、 安倍信行大将となった。安倍内閣の祖閣時、多田は、板垣陸将の公認として、陸軍参長官会議で、陸将候補に決定した。候補には他に、東条秀樹、西尾地作り、磯谷蓮介の名が上がっており、中でも、東条を押す声が強かったが、板垣陸将を中心とした反対論がこれを制して、多田に決まったと考えられている。しかし、 この決定は波紋を起こした。安倍内閣の成立に深く関与した、有末製造軍務課長の改装によれば、渡辺藤雄防衛課長が部屋に来て、これでは血を見ますよ。と述べてただと東条の対立再燃を警告したという。実際、登場派は、ただの陸上就任を阻止しようと活動し、加藤利二郎東京憲兵隊長が、木戸孝一内務大臣に、 ただ反対を要請する一幕があった。また、後継内閣の陸将として新聞に、名が上がっていたのは、磯谷と、ただであった、磯谷の名が出たのは、東京憲兵隊のリークによる、ただ就任妨害工作との証言がある。人事局長の飯沼守少将が、第三軍司令官を務めていた、ただのいるボタンコへ承諾を取るために派遣されたが、関東軍に足止めされているうちに、 昭和天皇から陸将には畑、春六か、梅津、義次郎とのお帽子しがあった。関東軍はこの人事に反対であり、上田健吉関東軍司令官が板垣陸将に大臣留任を混成する伝報を打つなどして抵抗した。また昭和天皇は新聞報道で磯谷とただが新陸将候補に上がっていること知り、安倍に 新聞に伝えるようなものを大臣に持ってきても、自分は承諾する意思はないと述べたという、天皇が、磯田に、ただを拒絶した背景には、石原、派への警戒感と推測されている。昭和天皇は、露光橋事件、当時は、現地軍の暴略ではないかとの疑惑があった、長古本事件、暴挙協定強化問題、野門藩事件等で、板垣陸省への不信感や、 陸軍の無統制ぶりへの怒りを募らせおり、自ら視線に立って、陸軍を統制する決意であった。天皇自ら陸将を指名したことは、事実上の申請宣言とも言える。結局、陸軍三長官会議のやり直しにより、陸将候補は畑となったため、ただ陸将は実現しなかった。1941年、昭和16年7月、 陸軍大将に信任されると同時に、軍事参議官に、親保されるが、2ヶ月後に、予備役に編入された。同じく陸士十五期の陸軍大将である、梅津義次郎や蓮沼茂は、現役のままであり、両名とも、昭和20年に陸軍が消滅するまで現役であった。ただは、陸軍大臣の東条秀樹、ただが、参謀次長、東条が、 陸軍時間であった時に確執があったによって、予備役に追いやられたとされる。太平洋戦争中には、多くの予備役の召喚が招集されて軍務に着いたが、ただは、招集を一度も受けず、縦山市に今日構え、帰営する領官の書を読むなど、自適の生活を送り、1945年、昭和20年の終戦を迎えた。1945年、昭和20年12月、 永久戦犯容疑者に指定されたが、菅もプリズンに収容されることはなく、極東国際軍事裁判の法廷に、検事側、連合国側の証人として一度出廷したのみで、あった。なお、ただは、検事側証人にもかかわらず、日本の立場の正当性を主張し、永久戦犯として訴追されていた、松井岩根、板垣聖志郎、土井原検事を弁護する証言を行った。 1948年、昭和23年12月18日、立山市の自宅で遺願により死去。死の一週間後に、先般指定が解除された。ただの墓は、東京都内の某寺にあるが、陸士同期生、親友、義兄である、川本大作の墓がすぐそばに立っている。川本の墓は、地元の兵庫県に混流されているが、分骨により、 東京にも墓が混流されたもの。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。